小株の方が大きくなったバナナ苗のところから切り分けるようにして掘り上げた親株を陶水ポットに入れておきましたが、このように巻き葉が出てきましたので、闇菓子の親も少しこの養生室で、養生ルームでやや安心しているのかなというような気もします。いずれ小株が3本出てくると思うんですけどもね。前にも撮影したことがあるんですが、向こうから朝日が上がってポーポーの木の枝の間を光が通ってきているはずなんですが、普通に肉眼で見たのでは分かりにくいんですね。それで散水しますと光線の筋道が分かるんですよ。こうやるとですね、光線が通ってきているところが確認しやすくなるんですね。もしこういうことをしなければ、このようにただ見ているだけではどの枝葉、ポーポーの枝葉の間を光線が通ってきているのかよくはわからないんですね。私たちが日照がいいとか悪いとか言っていてもですね、それは今のように散水することなく、やや光線が枝葉の間を通ってきているとか、あるいはそういうことにすら全然気づかずに、まるっきり光線が入ってきていないなどと見てしまうわけなんですね。しかし散水などの工夫によってですね、私たちが普段は気づかないような日照を受けているバナナ苗などがあるということがわかるわけなんですね。日陰とか半日陰とか、私たちは大雑把なことを言いますが、じゃあ日陰とか半日陰のところに日光がやってきて、どれぐらい枝葉の隙間を通っていろいろな植物の葉っぱにその光線が当たっているのかということはですね、散水とかの工夫をして光の筋道を確認しないことにはなかなかどうなっているのかわからないわけなんですね。まあ私はめったに散水はしないんですが、今はバナナ、地植えのバナナに散水をしていたのではなく、こういうポット植えですね、1週間ないし10日も雨が降らないと、こういうポット植えの苗はしおれそうになってきますから、そういう時にはポット植えの植物、
まあバナナでもイチゴでもですね、に枯れない程度には水やりをします。そして次の雨を待つわけです。地植えの場合にはですね、あちこちに散水している関係で株周りがちょっと濡れているように見えますが、そんなそんな水は地植えのバナナの株周りにはやってないんですね。この日光が私たちが肉眼では普段確認していない筋道を通って土とか植物に当たっているということは非常に意味深長なことでして、私たちが今日は曇ってお日様が見えないなどと言っている時でも、実際にはですね、太陽の恵みを受けているんですね。曇天からもう真っ暗な雨雲という場合なら、日照の恵みをほとんど皮膚は感じないかもしれませんが、薄曇りとかあるいは曇天であっても太陽光の恵みを私たちの皮膚、私たち人間だけじゃなく、その他の動物やいろいろな虫、鳥などの生き物ですね。でも、太陽光の恵み、温度も含めて、太陽光の恵みは受けているんですけれども、それをあまり自覚できないということですね。雨が降らなければ水分はないと安易に人は考えるかもしれませんが、地植えの植物とかはですね、雨が10日や2週間とか降らなくても土が含んでいる水分を根から吸収はしているんです。ましてや地下水が豊富なところでは、根を深く張るような植物はそこから水分を根で吸い上げていますから、枯れたりはしないんですね。自然界全体の在り方を私たち人間はいろいろなものを栽培しているとは言ってもですね、そんなにそんなに深く洞察できているわけではないんですね。ですから畑をなるべく見回って、どのような現象が起きているのかを観察、そして洞察して、元気に育っている植物の周りの環境、元気ではなくて不調に陥っている植物の環境とかについて、どうしてそういう違いが出るんだろうとか、特に受光体制とか水が、水分がですね、どれぐらい植物を支えているのか、あるいは欠乏しつつあるのか、まあそういうようなことをですね、見回りながら徐々に理解を深めていくといいのではないかと思いますね。全く水やりなんか
してもらえない、まあ、こういう霧の木とか農前かずらとかそういうものが雨がずっと降っていないのにどうして花を咲かせるんだろう。それは霧の木の太い幹に絡みついているこのカズラの太い根、が地中深く潜っていて水分を吸収しているからこのように大きな霧の木にカズラも自分自身ごつく絡みついていって地下から水分を吸い上げて花を咲かせているわけですね。そうすると遠くから見ていて美しいなと思っている花にこんなにもアリがやってきてカミツを吸いに集まってきているなんていうのも見えるわけです。ですから全体的に眺めるのと細部を観察するのとどちらもしておかないと自分の畑での植物のことすらなかなかよくはわからないということですね。